せーの、カナヤミです。よろしくお願いします。はい、10月2日ニューウェーブビートということで、渋谷ウーブさんでのネタチェック会に始めていきたいと思います。イエーイ。はい、10月2日、ウームさんでのチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。お名前呼んでいきます。はーい、ナルピー、ありがとう。今週はね、ナルピーにたくさん会えて嬉しかったです、朝日は。そしてね、この、なんて言うんだろう。見たことない曲とか、あれが見たいとか、この曲のここが好きとか、いつもいつも褒めてくれて嬉しいし、ライブ中ナルピーとね、目が合うことがとてもとても、朝日は嬉しいです。また、会いに来てください。たくさん見てもらいたい曲もいっぱいあるし、話したいことも本当にたくさんあります。ありがとう。はい、10月2日ウームさんでのチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ネクスト。はい、10月2日渋谷ウームさんだったかなのネットチェキ、僕の買ってくださった皆さんの名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはナルピー、ありがとう。ちょっとまだ落書きができてないんですけど、はい、ちょっとね、猫のポーズにしました。こういう感じの、絶対気に入ってくれると思います。え、なんで？なんで買ってくれたんやろ？なんでやろ？なんかそういう特別な日しかネットチェキ頼んでくれんのやと思ってたから、いきなりすぎてびっくりしてる。え、なんでやろ？ありがとう。え？ありがとう。なんか、だからめちゃくちゃいっぱい落書きして送るね。これからも僕のこと好きでいてください。ありがとう。はい、お次が、どうして？ありがとう。今回リクエストがなかったから、ちょっとペロっていうやつにしました。下ペロです、下ペロ。はい、楽しみに待っといて。なんか全然渋谷とは関係ない感じになっちゃったけど。ありがとう。はい、お次が、ひょうちゃん、ありがとう。はい、今回はね、チューということだった。やっぱりチューといえば、チューしかないでしょうと思ってね、ちょっと投げキスしてる感じにしました。絶対好きだと思います。ひょうちゃん、ありがとう。はい、ラスト。とんぼり、ありがとう。はい、なんかカニ道楽のポーズ、またしても大阪の、なんか、やつ、ですね。いいんですけどね。カニ道楽のポーズって何って思って、カニ道楽のカニの真似をしました。ちょっとこうやって、カニっぽいかなと思って、カニのポーズにしました。楽しみに待っといて、いつもありがとう。はい、ということで、10月2日の僕のネットチェック買ってくださった皆さん、ありがとうございました。ネクスト。はい、ということで、10月2日のニューウェーブビットのリンのチェキ買ってくださった方の名前を呼ばせていただきます。ナルビー、ありがとうございます。はい、なんかね、前なんか隅っこで座ってるチェキを渡した気がするけど、今回は隅っこで立ってるポーズにしました。ついでに隅っこ暮らしを描きました。薄くだけど、今ちょっとあんま見えないかもしれないけど。だから、楽しみにしとってください。はい。初めて隅っこ暮らしの、自分の推しキャラ以外を描いた気がする。うん、何かわかるかな。じゃあ楽しみにしててください。ナルピーといろんなお話できるの楽しいです。ありがとう。はい、ということで、リンのチェキを買ってくれたナルピー、ありがとうございました。ネクスト。はい、あやねです、こんにちは。逆になった。はい、こんにちは、あやねです。今から10月2日のウーブさんでのネットチェキ始めていきたいと思います。まずヨンちゃん、ありがとう。また不思議なネットチェキのリクエストだなぁと思いつつ、あ、でもこれはちょっと、あれ、わかりやすいと思った。私も注射嫌いだし、痛いの嫌だし、だからピアスとかもめちゃくちゃ開けるの苦手で、めっちゃ我慢しながら開けたし、歯医者も嫌いだし、その今の何、病院での受付のワクチンとかもさ、めちゃめちゃ苦手だし、痛いの嫌だからさ、ヨンちゃんも痛いの嫌だよね。だからなんか、もし私が痛がってることに、チェキで痛がってることによって逆にヨンちゃんの痛みが軽減されたらいいなと思ってチェキを書きました。私はいつもヨンちゃんの味方やからな。ヨンちゃんが痛がってたら私も悲しいので、私が代わりに痛がってあげるから、ヨンちゃんは頑張って注射受けるんだよ。よしよし、頑張ってね。私も頑張って受けます。もうちょっと先だけど。
頑張って注射得意になろうね、無理か。ありがとう。はい、お次が千秋、ありがとう。はい、2日目じゃないや、1日の2コマ目ですね。今回はですね、せっかくニューヘアになったから新しい髪色をバーンって自慢してるチェキにしました。髪色を本当は明るいピンクにしたくて、でも千秋と出会った時が結構暗かったし、なんか暗いからも切って明るくなったぐらいだから、あんまり本当に派手髪の時期の私を知らないと思うので、これから多分私もちょっと明るくなると思うから、秋だけど全然季節外れな髪色になるかもしれないけど、でもそれでもいろんな私を見てもらえるのは嬉しいことなので、よかったら楽しみにしててくれたら嬉しいです。その時また自撮りもあげるし、気に入ってもらえたらいいなって思ってます。私は結構ピンク担当でピンクが好きなので、そういう意識も持ってます。いつも応援してくれてありがとう。これからは見守ってね、ありがとう。はい、以上です。アイネのチェキ買ってくれたお二人ありがとうございました。以上はアイネでした。ネクスト。はい、本日もたくさん買ってくださりありがとうございます。それでは以上、私たち買ってくれたピッツ